リッチー・ホーティン、リッチー・ホーティン、リッチー・ホーティン、1970年6月4日帯は、イギリス、オックスフォード社出身のテクノミュージシャン、DJ である。デトロイトテクノや、アシッドハウス、ミニマルテクノ、クリックの機種として知られている。デトロイト対岸のオンタリオ州で育ち、デトロイトのテクノシーンに早い段階から関わっていった。そのため、 デトロイトテクノの文脈で語られることも多いが、自身はデトロイトテクノと呼べるトラックを発表してはいない。シカゴ発祥のアシッドハウスが発する TB-303 の音にも強い衝撃を受けたことを語っており、アシッドをさらに追求した進化系のスタイルを確立した。ハードフロアラと並び、1990年代初頭のアシッドハウスリバイバルの代表的なアーティストとして、 数々の作品をリリース。いずれもシーンの方向性に大きな影響を与えるほどの高い評価を呼んだ。その他、コンセプト1シリーズでの実験的なトラックは現在主流のクリックミニマルの源流ともなっている。現在はそのミニマルシーンの機種として絶大な支持と影響力を持つ。様々な名義で音楽活動をしており、その名義によって作成するテクノのジャンルが異なるのが特徴。 特に TB-303 を多用した実験的なプロジェクトプラスティックマホン名義での活動が有名である。また会 USE 名義では1990年代初期のインテリジェントテクノのアーティストとしてイギリスにあるワープレコーズのアーティフィシャルインテリジェンスシリーズにも曲を提供していた。自身のレーベルとしてプラス 8M ニュースなどがある。近年発表する。 ミックス CD で旧シリーズではレコードをつないでいく、形式に執着せず、エフェクターを多用したり、個々のトラックを分解、再構築するなど、その手法においても、第一線を歩んでいる。1970年6月4日、イギリス、オックスフォードシャーのバンベリーに、ピンクフロイドや、クラフトワーク、タンジェリンドリームを愛するロボット工学技師の父ミック、ホーティンと、 母ブレンダ・ホウティンの長男として生まれる。9歳の頃、父親のゼネラルモーターズでの新しい仕事の関係で、ホウティン一家は、カナダ、オンタリオ州のウィンザーへと移住することとなる。カナダエコール大自然というイメージを持っていたリッチー。ホウティンは、大自然とは、ほど遠い大工業地帯に驚愕したという。また学校では、弟のマシュー・ホウティンと共に、遠く、 イギリスから来た不思議な発音の英語を話す人物として得意の目で見られていた。そういった疎外感から家で家族と過ごす時間が増えていくこととなる。家では父がありとあらゆる機械を分解し構造を詳しく調べているのをよく目にし、そういう父の影響により幼少のリッチー・ホーティンは機械への興味と理解を高めていった。十代後半に差し掛かると 得意な目で見られることの多かったリッチーを理解する人々も次第に増えていきそうした人々と共に対岸にあるデトロイトへと頻繁に出入りをするようにいるウィンザーの人々にとってデトロイトは荒廃した都市というイメージしかなく毎週末をデトロイトで過ごすリッチーホーティンたちを理解する人はほとんどいなかったという毎週のように通っていたデトロイトには すでに新しいエレクトロニックダンスミュージックであるテクノが産声を上げており当時のデトロイトのラジオ番組はその新しい音楽を中に放送していた特に弟のマシュー・ホウティンが毎週聴いていたザ・ウィザードのラジオ番組でミックスという手法を知ってからエレクトロニックダンスミュージックそして DJ への関心はさらに高まったというそしてウィンザーの小さなバー カーパーでパーティーを始め、DJ キャリアをスタートする。そのパーティーでは DJ を始める一つのきっかけであった、ジェフ・ミルズとの共演を果たし、目の前で繰り広げられる狂乱的なミックステクニックに多大な響きを受けたという。この頃デリック・メイトも大学の学内誌のインタビューという形で初めて出会っており、その時のリッチー・ホーティーンの印象をデリック・メイは、 ハイテンションで非常にシャイではあったが、うちに秘めるテクノに対する情熱は類ぐいまれで、非常に印象的であったと語っている。その後、デトロイトのクラブ、ザ・シェルターへ通うようになる。そこでレジデントを務めていたスコット・ゴードンと出会い、ラジオ番組を持つスコット・ゴードンが、ラジオ局からザ・シェルターに到着するまでの前座として、デトロイトでのレジデント DJ を始める。それと、同時期に、 デリック名、ホアン・アトキンス、ケビン・サンダーソンの主催する、アフター・パーティー・ザ・ミュージック・インスティチューションへ通い、DJ だけでなく、音楽を作ることを意識し始める。そうした中、カール・コワルスキーの紹介により、ウィンザーの実家の地下にレコーディングスタジオを持ち、レコーディングや音楽販売に伴うビジネスなど、様々な知識を持つジョン・アクアビバトである。そして、 本格的にレコーディング活動を始める。ジョンはアクアビバとレコーディング活動を続け、20歳となったリッチー、ホーティンは二人で作った音源をデトロイトの様々なミュージックレーベルへと送る。しかし、誰一人として彼らの音楽に耳を傾ける者はいなかった。当時のデトロイトの一部の人間による排他的な考え方が二人を受け入れなかった原因であったのではないかと、 アンダーグラウンドレジスタンスのマイク・バンクスが後に語っている。そういった反応を見た彼らは、自らのレーベル、プラスマイナス8を立ち上げる。プラスマイナス8という名前は、テクニックス SL-1200 のピッチコントロール量に由来する。そして、二人のユニットである、ステーツ・オブ・マインドの初のレコード、エレメンツ・オブ・トーンをリリースし、二人にダニエル・ベルを加えたユニット。 サイバーサーニックでのテクナーキーなどのトラックがヨーロッパで支持を得てイギリス、ドイツ、オランダへ初めて招集される。その後、イ USE やサーキットブレーカーなどのソロ名義の活動が本格化していき、プラスティックマホン名義発のレコードシート1をリリースする。プラスティックマホンは警察の介入によりパーティーが中止になってしまい大きな無力感に襲われていた時の様を ネーミングコンセプトとした。そして、LSD を摂取しトリップした状態であったため、パーティー中止後、なおも踊り続ける友人が人間とは思えない、不思議な動きに見えたことを具現化したものを、シンボルマークとして始めたプロジェクトであった。プラスティックマホンのシート1は当初、プラスマイナス8でのリリースであったが、リッチー・ホーティンのイギリスでの DJ2 中、ミルトン・キーンズに、 エディ・リチャーズと滞在していた時、ミュートレコードのダニエル・ミラーから連絡があり、1993年にミュートレコードのサブレーベル、ノーバミュートからもリリースされた。それによりプラスティック魔法のプロジェクトは大きな成功を得ることとなった。そして、この成功がヨーロッパでのテクノを大きく発展させ、リッチー,ホーティンのデトロイトでの活動の幅を広げるきっかけとなった。 デトロイトでの活動も本格化していき、家族の強力なサポートを受けて様々なパーティーを主催した。時には母親がドアの前に立ち、ゲストリストの管理をしていたこともあったという。そういったデトロイトでの人気の裏で一部のデトロイトの人々のリッチーホーティンに対する背的な反応は激化していたと、当時のことをデリック・メイは語っている。そんな人気絶頂の中、 1995年4月19日、アメリカ合衆国オクラホマ州の州都オクラホマシティで、オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件が起こった。それに伴い、それまで素通りであったカナダと、アメリカ合衆国の国境であるウィンザーとデトロイトを結ぶ橋に、国境警備隊が配置された。リッチー・ホーティンは、プラスティックマホンでのツアーのため、ニューヨークに、 弟のマシュー・ホウティンと車で向かっていたが、その橋で足止めを食らうこととなる。当初、リッチー・ホウティンらは、友人の家に行って遊んで回るだけだと、アメリカでの滞在理由を説明したが、車に積んでいる機材や、車内捜索の結果出てきたニューヨークでのパーティーへの、招集の手紙が見つかり、アメリカへの入国を無期限で禁止される結果となる。それにより、不本意ながら、 デトロイトから去らなければいけなくなってしまう。なお、その後、弁護士の助けなどもあり、リッチー・ホーティンのアメリカ合衆国への入国禁止期限は18ヶ月間に短縮されている。そのアメリカへの入国拒否期間、リッチー・ホーティンは、レコーディングスタジオにこもり、よりミニマルな新しい音への追求を始め、コンセプト1のプロジェクトを開始した。コンセプト1では、毎月、 一枚のレコードをリリースすることを12ヶ月間続けて完結する96、01から96、12といった実験的なプロジェクトを1996年に行ったが、プラスティックマホンのような大きな成功を得ることはなかった。しかし、リッチー・ホーティンのその後の活動につながるアイデアを、そのプロジェクトで得て、ミニマルな音へと向かう大きなきっかけとなった。 そうした実験的なプロジェクトを終えた1997年、リッチー・ホウティンは、弟のマシュー・ホウティンの影響もあり、アート作品に触れる機会を多く作っていく。様々なアート作品を見ていく中で、その作品で得たインスピレーションを、いかに自分のミニュマルな音に表現するかといったことを考えるように言った。アーティストの中でも特にマーク・ロスコを敬愛した大な影響を受けた。しかし、 リッチー・ホウティンの、そういったアートに抵当し、ビジネスを度外視する姿勢により、ジョン・アクアビバとはたびたび衝突し、それぞれ別の道を歩むことを決断することとなった。ジョンはアクアビバとの決別後、リッチー・ホウティンは、自身のレーベル M ニュースを1999年に立ち上げた。M ニュースは、リッチー・ホウティン個人の目指すより、クリエイティブで構築的。 無機質でシンプルな音をコンセプトにしたレーベルとしてスタートした。2002年、それまで活動の拠点としていたウィンザーやデトロイトを心境の変化から去ることを決意した。それまで8年間連れ添った恋人との関係の修復を一番の理由としてニューヨークへ拠点を移す。ニューヨーク時代前後、オランダの N に IT を中心にスタントンや ネイティブインストゥルメンツが関わった手による DJ プレイに近いデジタルミックスを実現したソフトファイナルスクラッチの開発援助と宣伝活動をジョン・アクアビバと言った2005年にネイティブインストゥルメンツとスタントンのファイナルスクラッチに関する提携契約終了しリッチー・ホーティンもファイナルスクラッチの使用を行わなくなったが新たに発表されたファイナルスクラッチの技術をベースとした ネイティブインストゥルメンツトラクターをその後も使用している。ニューヨークに拠点を移したものの、恋人との関係は終焉を迎え、ニューヨークでの活動期間は、リッチー・ホウティンの心に大きな影を残す結果となる。しかし、それと共に、リッチー・ホウティンにとって大きな変化の時となり、それまでスキンヘッドに四角縁のメガネというスタイルが、トレードマークとして定着していたリッチー・ホーティンは、 髪を伸ばし同一人物とは思えないほどに容姿を変化させた。新しいイメージが定着し出した2003年頃、リッチー・ホーティンはニューヨークを去ることにする。その後しばらくカナダに降り、そこでプラスティックマホン、クローサーを制作した。だが、カナダに滞在する前にすでにベルリンへの移住を決意しており、プラスティックマホン、クローサーの制作が終わり、次第すぐに ベルリンへと拠点を移した。2006年2月10日から開催された、トリノオリンピック冬季競技大会開会式において、イタリアの振付師、エンゾコシミとのコラボレーションとして、楽曲、9時20分を提供した。ただし完全な新規作曲のトラックではなく、過去の FUSE 名義の作品、サブスタンスアビューズのリエディットバージョンであった。2008年に、 M ニュースの10周年を記念したプロジェクトコンタクトで他の M ニュース所属のアーティストたちと映像作家アリ、M で見れるとともに世界中都市を周りパフォーマンスを行った。日本では2008年12月20日に幕張メッセで開催されたウームアドベンチャー08にて来日し世界ツアー最後のパフォーマンスを行った。このプロジェクトの模様を追ったドキュメンタリー メイキングコンタクトザ・ドキュメンタリーマイナスが2010年2月26日にイギリスのレコードレーベルラフトレードレコードより発売された。ベルリン移住に際してリッチー・ホーティンはよりリラックスした環境で活動をできるようになったと語っている。そして20年近くに及ぶテクノシーンの第一線での活動をもっと喜び楽しむべきだということで よりオープンな人間であることを心がけるようになった。しかし、そうしたオープンな性格が問題の種になることも多い。2009年10月10日、ベルリンのクラブ、ベルクハインでのダブファイアの DJ パフォーマンスを見物に来ていたリッチー・ホウティンらが何らかのトラブルをクラブ内で起こし追い出さるという事件が起こった。そのことに橋を発して自身の Facebook 上で ベルグハインの厳しい入場制限に批判めいた発言を公の場でしたことから、かねてから噂されていたベルグハインとの不仲が決定的になったとして、物議を醸した。2005年のミュートックフェスティバルにおいてのライブパフォーマンス活動を最後に休止していたプラスティックマホ名義の活動を2010年に本格的に再開。2011年3月11日に起こった、 東日本大震災からの復興を支援するイベントマイナスハーツジャパンを2011年5月4日に渋谷ウムにて開催東北で被災した酒造元を支援するカンパアイというプロジェクトを行いイベント来場者に東北の酒を提供した2014年には日本酒の啓蒙活動に貢献したとして酒侍助人の一人に選ばれたホーティンが 音楽活動に用いた名義、ターアーティストとのユニット、ディスコグラフィーの一部を記載、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。